被災地の石川県輪島市を訪れたのは、新日高町でアイヌ文化の伝承を行う葛野次夫さんです。葛野さんは、これまでも大きな災害が起きるたびに、アイヌ民族の儀式、カムイの実で祈りを捧げてきました。今回、能登半島でカムイの実を行う場所を探していたところ、輪島市の若宮八幡宮にアイヌ民族の祭具が保管されていることを知り、それが縁となって実現しました。 葛野さんは、被災した人へのお見舞いと恐ろしい地震が起きたことを語り継ぐと、アイヌ語で神々に伝えました。自然界が動いてるんだから、自然界にあんまり逆らわないように、えー、我々も生きていくべ、それを後世に伝えると。